皆さんこんにちは、塚本七海です。今回はですね、ゴルデックス本庄モーターパークを走ってきた私がですね、コースの解説を動画を見ながらやっていきたいと思います。それでですね、今回私一人ではちょっと心もたないと思いますので、現在のゴルデックス本庄モーターパークのタイムランキング1位の方をお呼びしておりますので、はい、皆さん最後までご覧ください。ということで、日比野哲也さんでーす。テンション低っ。日比野哲也です。よろしくお願いします。お願いします。現在ランキング1位。レンタカーって言わないとダメだよ。そうです、うん、レンタカーね、いろんな車走ってるから、そうですね、はい、レンタカーの86で私がですね走りに行って、ちょっとアドバイスをお願いしますっていうつもりだったんですけど、その時動画撮ってなかったもんね。残念だったね。ぶち切りで1位になっちゃって。そうだったね。え、どういうこと、私の立場ないじゃんみたいな。そうだ。でも本当にね、本庄サーキットはどうだろう、だいぶ昔、もう5年6年ぐらい前にシルビアで1回走ったぐらいかな。あ、走ったことあるんですね。1回あるよ。なるほどね。まあ、今回ですね、私17ライブで生配信をしてるんですね、うん、でファンの方から多くね、サーキット走りたいんだけどもう車売っちゃったんだよねっていう方がいて、うん、なんかそういう人が走れる場所はないかなと思って、関東近辺でレンタカーをやってるところを探してたら、うん、本庄がやってたので、うん、で86なんですね。もともとあのガズー 86BRZ レースに出ていて、うん、ラリーの、86を持っているんで、まあ、86だったらちょっと面白いなと思って借りて走ったんですね、はい、でその時に本庄初めてグリップで走ったんで、私は。ああ、そうだった。昔Mチャレで一回、うん、私が初めて、ね、出た時にドリフトをやって、スポッターで日比野さんに来てもらったんだけど、だ、ね、あれ以来走ってないんで、ね、はい、ということで、まあ、日比野さんにアドバイスしてもらいながらっていうことでやってくれて、うん、で本庄さんがですね、塚本さん走るんだったらじゃあナナミチャレンジやりましょうよって言ってくれて、イベントでね、はい、で、うん、私のタイムをこう塗り替えた人っていうか、その前後1秒あるんですけど、うん、このタイムの中に入ればこの86のレンタカーのこの代金をお返ししますってやってくれてて、いいね、そういうイベントやってるんですよ。今もやってんの？今もやってます、はいはいはい、ちょっと概要欄とかあとホームページ見ていただいて、ちょっと現在今皆さんが見てるこの動画を見てるちょっとスケジュールとかその日にちが分かんないんで、うん、ちょっと確認してからなんですけどやりました。はい、はい、それは何、ちゃんと走れたの？で、私なんか周りから言わせると、え、早いよっていう感じなんですよ。だから47秒570だったのかな。 はい、あ、全然初めてですし早いですね、さすがって言われたんですけど、うん、46秒とか出してるんでもう何にも早くないイメージになっちゃって。なるほどね、うんうんうん、なんか一番1位の人よりなんかコンマ何秒かな。え、俺は何秒だっけ、6秒8。もう早いんで、うんうん、塚本さん、ふんみたいな感じになってるけど、はい、今回はですね、その日比野さん の、はい、その走った時の、うん、まあ、こういうことは気をつけたよっていうのも踏まえて、うんうんうん、ちょっと皆さんに解説していきたいと思います。はい。はい、まずコースインからしていくんですけど、はい、この本庄サーキット、どういう印象なんですか？ヘアピンがあって、で、しっかり止めないと曲がりきれないから、ヘアピンが多い、ブレーキはしっかり、ね、使える人の方が、まあ、タイムが気が出るのかなと思うんでしょう。ここにVRM っていう看板があって、うん、立ち上がりにダンロップの看板があるんですけど、このブレーキが結構難しかったと思うんですよ。アンダーが出やすかったりとか、うん、86の場合はこのなんかトラクションコントロールの、うん、ABS だったりとか、いろんなこう電気制御と喧嘩しちゃいやすいコーナーかなと思ってるんですけど、基本はながら運転するとそういうの出ちゃうわけでしょ。ブレーキしながらハンドル切ってとか、あ、でもブレーキはブレーキ、ハンドルはハンドルっていう、うん、結局その仕事を一つ一つ、まあ、切り分けていけば、うん、まあ、多分そういうの入りにくいんだけど、欲張っちゃうからさ、ブレーキ踏みながら曲げたいなってハンドル切るでしょ。そうすると車がフラフラするわけじゃん、うん、そういう時に多分そういう制御は賢すぎちゃうから入って、うん、でそうするとアクセル踏んでもアクセルがこうね、もたついたとかするわけでしょ、はい、そういうところをやっぱりそうならないように走るためには、はい、ここはもう
乗り方考えないといけないよっていう、うん、そこをまあ攻めるコーナーに置かずに、そこはもうこうさらっとコーナーにしてくれるんじゃないの、うん、それ以外は気にならないわけでしょ。そうですね、うん、このねちょっとアンダー出やすいなっていう印象、うん、このアンダー出るとこの後の立ち上がりが、悪くなって、でここちょうどですね、なんかその3速に入れてすぐ2に落とさないといけない、うんうん、だから2で伸ばすとちょっと回転数足りないし、レブ当たる、ね、レブ当たってしまって、だから立ち上がりが遅いと2で足りてしまう普通のギアで、うん、で3速に入れてしまうともう3にすぐ戻す感じなんですけど、うんうんうん、ここはなんかその操作だったりとか苦手な人どうすればいいんですか、うん、まあ、でも基本はもうこのレンタカーの話だから、うん、早く走るためには絶対3速入らないとタイム出ないわけでしょ、うんうん、だからもう仕方ないよね、3に入れて、うん、で2にする、その時に右コーナーが連動してるからアクセル踏み遅れたりするとちょっと離れたりしてくるでしょ。だからしっかりやっぱりヘアピン前にはスピードコントロールで止めないといけないし、うん、でちゃんと曲がれる車速も落とさないとコーナリングできない、ね、ここは意外とじゃあ練習が必要ですね。だからここを3速を早く入れたいんだったら、その手前のコーナーは失速させないようにうまく走らせるしかないってこと。だからさっきのブレーキ重要じゃないですか。だからブレーキが重要っていうのはもう全くのど素人で、ね、だからそこをなんでブレーキ詰めないといけないのって言ったら、ブレーキでタイム削りたいからじゃん、じゃなくてこういうサーキットは立ち上がりを最優先に考えないといけないよって話を今してるわけじゃん。だからさ、一番初めに一番気をつけないといけないっていうのは、速い車じゃないから、うん、でしかも FR の、 そのパワーがない NA だから、回転数を高い位置で走り切ることがすごく大事っていう話なの、うん、だから思いっきりブレーキで止めても回転数下げちゃったら上げるのに大変だから速く走れないわけよ。だからブレーキをもちろん大事なんだけど、回転数を下げないライン取りっていうのを見つけた方が実はいいのかもしれない、うん、どうぞ。これ D のままだね。そうそうそう、この時は D のまま、やっぱ2だと戻さなきゃいけないから違うなと思って、ガシャンガシャン最初コーナーね。これどうなん、その最終コーナーから1コーナーまではベスト。いや全然ベストじゃないんですよ。どうなん、どういう、あの最終コーナーをもうちょっと早く向きを変えてもっとも踏んでいきたい、うん、できればマットに一番近いところでは、うん、リアが出そうになるぐらいもうリアにトラクションがかかっててアクセル踏んでいける状態で立ち上がりたいんだけど、うん、意外と最終コーナーがちっちゃく回れないっていうのが私の中にあります。まあね、何周も何周もしちゃうとさ、うん、攻めてる最終コーナーからのまたスタートになるじゃない、うん、だから一周クーリング入れて次の周をまあタイムアタックにすると最終コーナーの使い方どんどん変わってくるよね。最終コーナーの立ち上がり方次第で車速が変わるわけでしょ、うん、ミスしちゃダメなわけじゃん、うん、で最終コーナーを S 字で来た後のブレーキで曲がるっていうのと、最終コーナーだけをこううまく走らせるっていうのと仕事量が全然違うわけじゃん、うん、だったら失敗が少ないよね、うん、仕事をまず減らしていくっていうのがやっぱりミスしない方法になってくるから、あえてその S 字をうまく立ち上がるとかっていうのはちょっと考えもね、欲張りね、そうすると、まあ、まずそこの最終コーナーのアプローチの仕方がよくなる、まあ、タイムアタックっていう意味では、はい、その一番、ね、その直線長い距離なわけじゃん、うん、だからそこは、まあ、活かせるんだったら活かした方がいいよね、うん、だから、まあ、要速入る人もいるかもしれないって話でね、ここ、うん、やっぱりまたぎすぎちゃうとダメージあるからそこを気をつけた方がいいよね、うん、でここを立ち上がる時にこれさ、あんまりアウトが来てないじゃん、うん、っていうことは車速がやっぱり左側のアウトですね。そう、うん、車速をもうちょい落とさずに曲がりきれるのかなっていう印象がね、うんうん、要するに誤差が上がってるってことはもう少し大きく曲がれるし、うん、車速も上げれるからね、うん、なぜかというとさっきも言ったように NA の遅い車だから回転数を下げたくない、うん、
高い位置で走らせるためにはどうでも必要になったり、そういうことを細かいことだけど調整してると思う。このブレーキ、これは入ってるの、そのあれが制御入ってるの、これで入ってると思います。でそれで散々悩んで、もう無視しろって言われたから無視してる状態、うんうん、でもランプはチカチカしてる、うんうん、あの ABS のその入ってちょっと制動距離が伸びるっていうのは入ってないんですけど、ランプはチカチカしてる。なんかさ、これさ見た感じね、ブレーキって直線のブレーキっていうより、うん、なんかこうハンドル切りながらブレーキしてんじゃん、うん、でこれさっき言ったながら運転だからこうなんじゃない。だからその日比野さんの運転ってなんかこう曲げながらじゃなくて曲げてからブレーキをする、そういうイメージではいるんだけど、なんか私はどうしてもそこと合わなかったんです、イメージの中にもあったんで、うん、立ち上がり重視にして3速入れれるようなライン取りを見つける方がいいのかもしれない、ね、はい。でここ3速入ってるから、うん、まあ遅くはないと思うんだけど、結局これねここさ、まあブレーキするんじゃん、うん、でハンドル切ってアクセル入れるのはすごく遅いじゃん。そうですね。なんで曲がりきれてないから、うん、だからそこがやっぱり何そのコーナーに対してのまあ絶対曲がれる車速っていうのがまだ理解できてないっていう、うんうん、だからこの車速だったら曲がれるよっていうのは分かってれば、その曖昧なこうハンドルだけ切ってる状態とかアクセル踏めない状態っていうのがもう少し短くなってるはずなのね、うん、曲げるなら曲げる、アクセル踏むなら踏むって話で、今だともうアクセル踏み遅れてるから、だからその最終立ち上がり方からのこう加速が鈍いってことじゃない、うんうん、そうするとここは鈍いってことはやっぱりこう立ち上がって3速入れるのも奥になっちゃうし、しかもその S 字に連動してるわけじゃん、はい、そうするとシフトアップしながらこうハンドル切りながらっていう難しい状態になってくるから、うん、やっぱここのコーナーの立ち上がり方もすげえ大事だよね。でもうそのままね右コーナーが来て、でそこで多分3速入れたいタイミングでしょ、はい、だからここはもうやっぱりミスらないように安全に、しかも回転を下げないようにシフトアップしたい。乗りすぎでしょちょっとね、ガチャンガチャン、これはおすすめじゃないです。ただ、ね、手前のラインがちょっとうまくいかないとやっぱりああいう感じになるんで、うん、そこはもう少し、ラインを気をつけなきゃいけないなと思います。うん、そうだね、今のはちょっとラインが良くない、うん、し、まあ、ここからのまた左コーナー連動してるから、またいすぎだな、やっぱり車こうワンワンワンってなってんじゃん、うん、あれはやっぱり良くない、うん、上手い感じだとこうストンってちゃんと着するから、うん、今のところガチャガチャ、うん、跳ねて、うん、あれは跳ねている状態だとそのまま車が暴れてクラッシュする可能性もあるし、車は壊れる可能性もあるし、上手い人だと乗ってもそのまますっと落ち着くっていう、ね、そうね、多分外から見てて日比野さんって、うん、そうすると、自信のない方とか、クラッシュするのが怖い方はまずまたがずにちょっとこう縁石触るぐらいにしてもらって、徐々にタイムが縮んでいくと、うん、まあ、そのライン取りが変わってくるから、まあまあね、っていうことですよね、うん、だから S 字のこう右来た左来たであんまり車速上げすぎてこうアウトまで流されちゃうとどうしてももうコースサーバーいっぱいに使っちゃって最終コーナーのラインが良くなくなっちゃうから、うん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 、帰ってこれなくなっちゃう、うん、すごく考えもので、はい、微妙アウトみたいな、うん、なぜかというと車速がこうね出てないじゃない、うんうん、だから多分着地した時に車の行きたい方向に持っていけてないと思ってるから、うん、ここはもうちょっと大事にまたぎすぎて失敗するならまたがずに最初コーナーのいい位置にすぐに持っていけるようなライン取りにしていった方がいいかな。止まりきれてないよね、まあ、止まりきれてないですね最終コーナー。そうそう、これやっぱりあそこを欲張った分この最終コーナーのクリップには全然つかない、うん、そうだね。だからしっかりやっぱりこの最終コーナーも曲がりきれる車速ってどれぐらいなんだろうなっていうのをまず自分でも勉強しておいて、でそれすぐにやっぱり合わせ込まないと、で結局アクセル踏めないから次の週が失敗するわけでしょ、うん、って感じ。はい、
はい、ということで今回は日比野哲也選手に来ていただいてゴルデックス本庄モーターパークのコース解説をしていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今年日比野さんは、まあ、いろいろと活躍は引き続きすると思うんですけど、はい、ご自分自身でも、うん、あの YouTube チャンネルやられてるんですよね。そうですね、はい、自分でもね、あのチャンネル名とか何か告知することがあれば恥ずかしいね一応日比野哲也ドルフィストチャンネルっていうかね、YouTube、はい、チャンネルっていうかね、まあ、いろいろなんかこう日比野哲也で検索してもらえれば出ると思うんで、今はね、あの A86 ちょっとハマってて、うん、A86 をちょいちょいこうコツ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 作っていくっていう部分と、あれでまあ A86 の大会、ワンメイク大会があるんで、それにちょっと参加していこうかなというふうに思ってて、うん、まあ、あとはまあ D1 グランプリとか、その大会に出てる、まあその辺のね、ちょっとみんなが見えないところをこう小出しにしていくとか、裏舞台ですね、そういうのをね、うん、見てもらえればなというチャンネルを作ってます。はい。はいはい、ということで、日比野哲也ドリフトチャンネルもよろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこちらのチャンネルもね、まだチャンネル登録されていない方ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。お願いします。